これ見たことありますね。鮮やかな青が特徴的な。そう、このポッケが可愛いんですよ。なんかね、ジーンズ柄、ジーンズ柄で。みるみるランド。オートショップ東さんの方にやってきました。はい。こっちがね、ホルーバですね。ホルーバ。はい。M ホルーバ、430万。中見るとこんな感じですね。おお、やっぱ広いですね。高いね。うん。ポップアップしてるからすごい高く感じますね。わあ、広い。で、後ろにもベッドがあります。後ろにもベッドがありますし、このリビングルームもね、結構いい感じ。ね、ここも広いよね、リビングスペース。うん、で、こちらラクーン、タイプ D です。ハイジェットベンチタイプです。340万。はい、5人乗りで就寝定員が2名と子供2名ですね、うん、おお、やっぱりいいですね。ちゃんと収納もしっかりあるし、はい、考えたられますし、とバンクベッドもありますしね、うん、広いです。こちらライトエースベースで約500万。約500万ですね。バンクベッドもついてます。こちら就寝定員が3名で乗車定員は6名です。後ろにこれはキッチンがあるタイプですか。そうですね。はい、フジカーズジャパンさんの方にやってきました。フジカーズジャパンさん、これ新車って書いてあります。牽引免許不要。トレーラー S1 ですね。 S1-33RDL、はい、プロジェクトエディションってことです。お値段約200万。中がね、広いね。中広いですね。はい、アーバンブルー。これ鮮やかな青が特徴的な。そう、このポッケが可愛いんですよ。なんかね、ジーンズ柄、ね、ジーンズ柄で、そうハイエースですね。ハイエース、すごいですね、これ可愛い。サイドオーニングもついてます、ね、あ、本当ですね、サイドオーニングフォックス TS ハイエースキャンパー特装車ですね。そして、乗車定員が6名で就寝定員が3名です。お値段が約500万円です。いやー、すごい、この生地がいいですね。そしてこの LG のソファーがすごいゆったりくつろげそうな感じ。これあれですよね、うん、夜になったら展開してベッドにもできるっていう、ね、そうっすね。広い。そしてあそこでも寝れるっていうのがいいですね。うんうんうん、いや、あ、テレビもついてますね。デニム調レザー。デニム調っていうのがすごい珍しい。レザーなんだ。触った感じちょっとレザーですよね。そしてこちらピークルさんの方にやってきました、はい、ピークルさんのベースです。そうなんですけど、キャンプ場とかだって木が、あとは屋根が、今着替えたりとか、ね、食っちゃった。約1m60になりますね。こんにちは。こんにちは。はい、可愛らしい黄色と白のね、うん、コントラストが可愛い、はいはい、ここねライトがすごい明るくていいんですね。正直モデルチェンジするとおそらくこの内装クッチェとファミリー433万円です。あ、そこに引き出すといろいろ使えますね。あ、こんにちは。お邪魔します。こ
これ引き出して使えるというのはすごくいいですね。そうです。ちょっとサイズは小さいんですけどね。そうですね、はい、ちょっと歯磨いたりとか。そうです、上にも物を置けますので。ああ、そうです、ね、はい、あ、上に物を置けるっていうのもいいですね。でこの中がタンクになって、こっちでも使える。そうです。わあ、両使いできるっていうのがいいですね。収納するときはそのままこう押せば、はい、で反対側、あ、そして合体するんでしたっけ、これ合体するやつではなかったですか。これは合体してないです。でもこれもなんか出てきます。来ないですか。あ、気のせいですか。わー、すごい。あ、でテーブルになるんです。はい、おー、広い、広く使えますね。そうです。あ、これだとなんか作業がしやすそうですね。はい、ありがとうございます。カチッケ、はい、あ、そういうことなんですね。あ、そういうこと、簡単に出てきますいいね、プッシュ式。プッシュ式いいですね。そうそう、意外とこのどういう仕組みになっているかわからないと冷蔵庫とかも開かなかったりとか。そうですね、基本的に全部車で移動してるときに開かないようになってますよね。ロックがありますよね、はい、ロックがそれぞれいろいろ工夫されてます。でこれが冷蔵庫です。はい、あ、しっかりしたちゃんとペットボトルの機能が2本入るタイプの大きい冷蔵庫です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いいですか。あ、どうぞ。はい、せーの、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。また今度コメントします。みるみるランド。いやー、前レイナさんが運転したやつです。そうです、そうです、運転しやすかったやつですいやー、いいですよね。大きいよね。大きいですよ。高いんですよ。これ確かハイルーフになってましたよね。うんうん、ハイルーフ。そう、ハイルーフですごい乗りやすい。約ね、500万円ですね。うん、これスーパーロングですね。そうですね。そのキャラバン、ビアージュです。中に明るいこのオレンジ色というかピンク色というかね。これもすごい、後ろがすごい広いよね。広いです。そしてね、この長さですね。ひっくり返る、ひっくり返ってこの、ああ、うん、運転席と助手席がね、そう、リビングスペース、ここもリビングスペースになるし、あそこもなるし、そう、二箇所取れるのがすごいな。こっちがワイズ。質も広いですよね。ね、広い。すごい、広く使えます。リアージュ。はい、そして続きましてこちらホワイトハウスさんの方にやってました。ホワイトハウスさんはおしゃれさんの、おしゃれさんのホワイトハウスさんですそうです、おしゃれさんのホワイトハウス、ハイエースが多いですね。うん、あ、これポップアップしてますね。これはハイエースバン、セブンスタープレシャス660。ああ、そうです、そうです。ありがとうございます。ありがとうございますよかったです、ありがとうございます。嬉しい。ポップアップして、あ、そうなんですか。で今日近いんで、はい、ご覧にいらっしゃったんです、ね、いいですよね、これすごいおしゃれで、すごいおしゃれですよね実際見たくなっちゃいますよね。そうですよね。そう、いかがですか、本当に実物を見てみて。やっぱり動画で見るのと実際見るのがかなり違う、うん、ありますよね。実際の方がやっぱり、そうなんですよ、ホワイトハウスさんの車って実際の方がすごいクオリティを超えてくるから、うん、すごいなと思っていつも見させてもらってますけど、うん、で結構自分で見ると細かいところまで見れるじゃないですか。 それがまたすごいいいなって思います。外の箱型になってるのは果たして収納なのか、気になりますよね、そういうの。確かに実際見てね。そうですね、確認できますよね。本当、本当におしゃれ、ありがとうございます。なんか嬉しいです。ね。で後ろから見ると、はい、こういう感じになってますね。本当、絶対に心地が良さそう。うん、広いですね、やっぱりポップアップすると格段に広くなるね。上が高いからね。ですね。
でこの辺も空いて、服とかね、多分クローゼットになってる。こちらドルク、はい、622万円4000円。あれついてますよ、この前見た。あ、本当だ。これいいやつですよね。これがいいですよね。質のやつ、もうこれもね、すごいなんかシックな感じで大人の空間みたいな。大人ですよ。で向こう側がすごい充実してるんですよね。充実してますね。めちゃくちゃ充実。ハイエーススーパーロング、はい、620万円ですね。じゃあ乗車定員が7名で就寝定員が4名です。広いもんね。広いですね。本当に広い。荷室も広いですし、白とこの黒グレーっていうんですか、うん、もうねおしゃれすごいおしゃれです。あ、でこれ私たちが欲しいファンがついてますね。ついてますね。はい、羨ましいです。収納も結構しっかりしてます。電子レンジがボーンって飛び出てますけど、うん、これ横向きに寝れるよね。そうですね、横向きに寝れる。横が飛び出てるから、うん、これいいね。いいです、すごい。コンパスビッツ、これもポップアップタイプです。519万。なんかだから、ね、コンパクトにまとまってていいよね、うん、なんか充実設計って感じがすごいします、うん、荷室も広いし必要な収納もあって、寝れるところもしっかりスペース取ってある。これもコンパスですか。はい、これもコンパスプライムプラス679万円。これもポップアップタイプですね。向こうにシンクと冷蔵庫が見えてます、うん、あ、おしゃれ。だからああいうキャンポンはさ、こう、ネットが同じものいいですね、これね、虫いいね、トイレネットっていうか、うん、ね、虫入ってこないの、そこに。こういうの欲しいな。夏はこれ欲しいよね。ですね、うちのハイエースにも欲しい感じ。通常は3枚、うん、ああいい。これも横が出っ張ってます。あ、横でますね。あ、じゃあ横に寝れるタイプですね。こういうショーの時だけ、うん、あの単品で。そして、N 版。N 版もいいですよね。これもポップアップタイプ。うん、ポップアップですね。広いよね、これも。そう、広くてフルフラットで寝れるっていうのが。サイドオーニング、はみ出てるね。やっぱはみ出るんだ、N 版だと。出ちゃいますね、N 版だと。サイドオーニング欲しいけど、はみ出るのはちょっと考えたいところですね。便利は便利だけどね。そう、絶対あった方がいい。やっぱこの空間、N 版はここがないから。ないのが一番すごいですよね。広々。広いですよね。うん、もしかしたらあのハイエースの開けた時より広いかもしれないですね。そうだね。で、お値段も結構ね、454万円と。やっぱこれだけの装備がね、整ってくると。ポップアップして。
ここもあのスライド式の棚になってるでしょ。そうですね。いや、うん、あでちゃんと冷蔵庫入ってますね、うん、あそれがいい。でシンクもあるし、かわいい。そうですね、テーブルもあるし。テーブル結構広めなのですごい使いやすそうです。電子レンジもあるしね。ね、もう電子レンジあれば大体何でも食べられますからね。あで意外とこの収納も充実してくるっとあるので入りますね、うん。フリードドッグラバー424万円。これフリードのポップアップ式車中泊仕様。これ椅子がなんか豪華だね。シートがですね、シートがめちゃくちゃ豪華ですね。座りやすそう。わーいいな。でこれ4名まで寝れるので意外と。あー後ろもこんなになってんだ。すごい引き出し。へえー、ドッグラバーだからこれ。あ犬ね、そこにね。ワンちゃん用にめっちゃ充実してますね。すごい。なるほど、うんうん、あワンちゃんと一緒に旅ができるっていう点でドッグラバーっていうことですね。サッシュラバーズですよ。クロワックスさんですよね。そうです。どうも、はじめまして。お会いはしてないと思います。はじめまして。はじめまして。クロワックスさん。はい、どうも、こんにちは。今日はあやさんも来てますからね。お願いします。まさかお会いできるとは思いませんでした。とりあえず遊びに来てみました。よかったらこれもらってください。ありがとうございます。ありがとうございます。ステッカーいただきました。はい、あのこれあれです。スペル間違えてるやつです。これ1万150円するんですけど、はい、あの1000枚作っちゃったんですよ。作り直し。すごい。今作り直ししてて、はい、これからはちゃんと新しいものとセットでお配りできるようにするんですけど、ちょっとできるまでの間これで許してください。クリエイターのE じゃなくてこうなんですよね。おお、そのまま行っちゃうっていうところがいいですよね。あのちゃんとそれはちゃんと直してっていうんでお願いするつもりだったんですけど、はい、それを欲しいっていうお声もいただいてるんで、ミスったやつを。このねリターメント式もいいですよね。うん、でこれもあれですよね。コントノートそうだね、折りたたんで、はい、そうするとここがすごい広いリビングルーム。これで約400万円。